デュース、お前簡単なステップもまともに踏めてねえじゃん。な、しょうがねえだろ、ダンスなんかやったことねえんだから。うん、手と足が同時に出ちまうんだぞ。の、お前らもダンスか。俺たちも混ぜてくれよ。こな、スカラビアのギクシャクコンビ。変なコンビ名をつけるな。それに別にギクシャクはしてない。もしかしてカリム先輩とジャミル先輩も VDC のオーディション受けるんすか。なあ、だってでかい祭りなんだろ。せっかくなら踊りたいじゃないか。俺もジャミルもダンスと歌は得意だしな。あジャミル、俺は目立つことはあまりしたくないんだがな。しかし後ろから見てたけど、お前ら本当にヘッタクソだな。ゾウが二本足でドスドス慌ててるみたいだったぜ。踊りだけでおぼつかないのに本番じゃ歌わないといけないだろ。大丈夫か。悪気がない分逆に刺さる。そうだ、ジャミル先輩、前にバスケ部でフロイド先輩にダンスを教えてたことありますよね。確かダンスが趣味なんでしょ。俺らにもダンスのコツ教えてくださいよ。おお、いいぜ。ジャミルのコーチなら間違いない。なんでお前が返事をするんだ。まあ誰かに教えるのは自分の復讐にもなるし、いいだ、素人ならまずはアイソレーションからだな。足を肩幅に開いて。デュース、もう少し肩の力を抜け。首と肩が一緒に動いてると全体がぎこちなく見えるぞ。肩と首を別々に動かすなんてどうやって。考えてるうちに音に置いていかれる。ダンスは頭で理屈を考えても無駄だ。リズムに乗って体で覚えるしかない。おっと、もう午後の授業が始まるな。ダンスの練習はここまでにしよう。え？もう？踊ってると時間があっという間だな。バイバー先輩、アジーム先輩、特訓あざした。さすがジャミル先輩、教え慣れてるっつーか、なんつーか。たった何十分かでデュースたちも少しは踊れるようになってきたじゃん。リズム感はともかく運動神経は悪くない。練習を重ねれば問題なく踊れるようになるんじゃないか。おっす、あざっす。グリムは上達したかどうかの判断に困るが、キレはあると思う。多分踊るのって結構楽しいんだぞ。明日はもっとキレキレのダンスを見せてやる。だが踊りだけに夢中になっていると歌の方がおろそかになる。どちらもバランスよくレッスンをしていかないとな。そうだった、まだまだ課題が山積みだな。なあお前たち、明日からも一緒に練習しないか。ジャミルは歌もうまいからさ、見てもらえよ。な、お前はまた勝手に。いいじゃねえか、歌と踊りと宴は人数が多い方が楽しいだろ。よろしくお願いします。のう、一緒に頑張ろうな。たく、調子のいい奴らだ。まあいいだろう。ただし優しい教え方は期待するな。余裕でしょ、スパルタにはうちの寮長で慣れてるし。ビシバシお願いします。それじゃあ引き上げる前に使ったフロアの整備だ。倉庫からモップを取ってこい。はい。カリム、お前はしなくていい。ああ、よかった。ここにいらしたんですね、ジャミルさん。